嵐山寮は佐渡嵐山駅から歩いて10分くらいにあります。近所に天龍寺、渡月橋など観光名所もあります。大都会の喧騒から離れていても生活はとても便利です。コンビニ、銀行、スーパーなどがあり、バス停と JR 駅も遠くないです。こんにちは、私は佐賀嵐山インターナショナルハウスの寮長の長です。今から嵐山寮のご案内をさせていただきます。こちらは嵐山寮の2人部屋です。どうぞ。こちらはキッチンです。みんなはここに一緒で料理を作ったり食べたりして楽しんでいます。ランドリールームとシャワールームです。寮の中には生活に必要な家電と家具があるので、初めて一人で暮らしても大丈夫と思います。時々皆さんは一緒にパーティーをして、まるで家族みたいです。嵐山寮で待っています。